夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本を置き、どこから来たんだいと笑う、目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した、私なんて誰に理解もされないまま、街はずれ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせないで固まった心、一人持ちで諦めて吸ったものに安堵する日々は、物語の中でしか知らない、服のフードを少しだけ揺らしてみせた。